演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。井村屋の冷凍肉まんを食べたいと思います。以前井村屋さんの和菓子、冷凍和菓子とか、あと具材の入ってない肉まんの、いや肉まんに入る中華まんのすまんとかを食べたことあるんです。やっぱり井村屋さんの今中身が入っているものです。それっていうのはなんでやつのこと言ったんでしょう。はい、でその温めたのがこちらになります。どんな感じなのかな。すまんも悪くないんですけど、やっぱり具材が入っていた方が美味しそうに見えますね。ではいただきます。やはりさすが中華まんの大手、井村屋さんと言いました。口の中に噛んだ瞬間に肉まんの旨味が口の中にぶわっと広がってきました。この良い大きさで口の中に入れやすいのもあって、とっても美味しかったです。やっぱり周辺の生地ももっちりしていますしね。すまんもアレンジできていいんですけど、やっぱり肉まんの方がいいかなということで、こちらのテイストとさせていただきます。本当比べまくって本当にすまんけど、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。